ジ部隊のなんてこと。見てなさい、早く回し。何がどこから来るかわからない。注意して。
資料は、これはオアキ星帯の適合率についての資料か。見つけてくれたのだな。当時、私たちは研究のために適合率の高いレヴナントの協力がどうしても必要でね。そんな折、ある少女の適合率が過去に類を見ないほどの高さと報告を受けたんだ。その少女の名はクルス・シルバ、後のクイーンであり、シルバの娘だ。シルバだって人の親、自分の娘を実験体になんて戸惑っただろうよ。だが人々を救いたいとのクルスの意志は固く、彼女を被験者とした研究は進められることとなる。さすがに高い適合率なだけあって研究は順調に進み、様々な成果を現在に残すことができたよ。彼女が暴走するまでは。資料は、悪いわね。見てなさい。本当、今確認できているし、深追いは禁物だ。
行きましょう。何かあるわ、行ってみる。今行くわ。何かいるわね。見てなさい。
こいつ、ネゴワさん、何かいる。その調子でお願いね。何かしら。気が回るわね。息苦しかった。ロストね、どうするの。見えるかしら。少し期待しちゃうわね。
っておくわ。あなたが決めて、間違いでも構わないわ。悪いわ、見てなさい。気が回るわね。
敵よ。見てなさい。あのラスト、手こずりそう。気が回るわね。
どう？気分は？装備は大丈夫。悪いわね。行くわよ。
いので、闇雲に進まないよう慎重に行きましょう。
見てなさい。自信ありになりましたね。上にある道にはどうやって上に行くためにはどこから？ロストネ、どうするの？少し待って。相手の土俵で律儀に戦う必要はない。そうでしょう。それでおしまいよ。少し待って。どっちに行きましょうか。ありがたく参りましょう。起きたわね。
にもって感じの場所ね。足が速いのね。ありがたくもらいましょう。物陰の奥にもロストが潜んでいる。しなくてよかったわ。どこにつながっているのかしら。エレベーター、最深部はもちろん。あら、見落としていたわ。それは確か。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。今行くわ。珍しいわね。あれは敵ね。どうする？悪いわね。
し待って。あ、何かしら。今行くわ。一通り見て回った方がいいかもね。やっと開いたわね。少し待って。一度リラックスした方がいいわね。ロスト化した兵があそこに。気が回るわね。見てな。焦って。じゃあ、ついてな。そこだ。どうした？バカ。そんな！資料は、これはクイーン討伐時の作戦指示書だ。まだシルバが人だった頃に、私は彼から自分に何かあった時はと頼まれていてね。クイーンの暴走でシルバが死亡した際、いち早くレブナント化処置を施したんだ。彼はすぐに目を覚ましてクイーン討伐に当たったよ。自分の娘だったなどという事情は、その頃には全て捨てたように見えたな。総督府内に人間がいるのが不思議かい？お前はレブナントになってはいけないとシルバに強く言われていてね。もしレブナントで解決できない事例が発生した場合、人間視点での打開策が不可欠となると。まさか本当にこんな一大事が起きるなんて。のんびり余生を過ごそうとした矢先だ。人生を思うようにはいかないな。ありがとう。これは赤い霧についての調査報告書だな。シルバは赤い霧を形成するために自ら継承者となってその力を発動させてね。赤い霧を存続させる最大の意義は、閉じ込めたクイーンの力を外に出さないためだ。しかしシルバの力を維持するには膨大なエネルギーを使わなくてはならない。だから血税制度などを作り、常に血を絶やさぬようにしなければならなかったんだ。赤い霧も血税制度も研究も、みんなシルバがレブナントのためにしていたことなんだよ。ありがとう。君たちのおかげで全ての資料が手元に戻った。私はこれから再度情報の解析を行おう。シルバが暴走しかかっている今、クイーン復活の可能性もある。急いで現状を打破する策を考えねばなるまい。君たちの親切心につけ込んで悪いのだが、できるならどうかシルバの元へと向かってくれ。
あり、私はシルバナ。貸して、すっかり変色しちゃってる。でもしっかり手入れしてあげればちゃんと使えるようになるかも。ちょうど使ってる道具にガタが来てたから助かるよ。ありがとう。本当にもらっていいの？少しは無事を祈って。寄り添うだけではいけないのです。思いを届けるためには行かなければいけないのです。ご迷惑でなければどうか。血類の不法所持の報告を受けて、他の仲間たちと一緒に私はレブナントの集落に向かった。しかしそこで見つけたのは血類ではなく、家畜として生かされていた数人の人間だった。その中に見覚えのある一人の女性を見つけた。名前はジェシカ。デイビスが探していたあの婚約者だった。救助した人間は例外なく総督府管理下の保護シェルターで案内する。それが決まりだった。せめて環境の整った施設に入れてもらえるよう
話をつけておいた。これで彼女がレヴナントに苦しめられることもないだろう。タイロンという婚約者を探しているようだったが、私には何も答えることができなかった。いや違う、答えなかった。答えたらデイビスという存在が消えてしまう気がして。ジェシカのことは何度もデイビスに伝えようと思った。伝えるべきだとも思った。でも彼女が生きていることを知ったら、彼はそう思うたびに言葉が出なくなった。ごめんなさいデイビス、自分でも卑怯な女だと思う。でもそれでも私はあなたのことが。もはや取り戻せるものなどないと半ば諦めていたんだがな。すまなかったなナオミ。お前の気持ちも知らずにずっと苦しめてしまった。ジェシカを救ってくれてありがとう。本当に感謝してもしきれない。いや、いいんだ。たとえジェシカが見つかっても、最初から名乗るつもりはなかった。レヴナントと人間は相入れない存在。無事でいてさえくれればそれでよかったんだ。俺はデイビスとして生きていく。俺を愛してくれたナオミの思いを背負ってジェシカを影から見守っていく。ありがとう、俺に希望を届けてくれて。